皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2023年7月の29日土曜日でございます。気温は31度、31度でございますよ。皆様ちゃんとエアコンは使っていらっしゃいます？そこが僕は心配でなりません。特にあのお年を召した方はついついエアコンを我慢してしまう傾向があるということを聞いたことがありますので、これをご覧のどうなんですかね、これをご覧のあの視聴者の皆様の年齢層ってどれくらいなのでございましょうか。そこはちょっと気になりました。ですがもしもご高齢でこれをご覧の方がいらっしゃいましたならば、本当に我慢は禁物ですよ。そこは言わせていただきます。はい、そういうわけでしてちょっと注意喚起をさせていただきました。ではでは、昨日もたくさんのコメントをいただきましたので、コメントを読ませていただきたいと思います。まずは YouTube にいただきましたコメントを読ませていただきます。そしてまずは CK さんよりいただきました。 CK さん、いつもいつも YouTube へのコメントありがとうございます。とってもとっても嬉しいですから。もう、そしてどういったコメントをいただけましたか。早速、はい、拝読したいと思います。じゃん。残念、全く違ってしまいました。また楽しみにしてますね、とのことでして、なんてこったー。お一言、難しかったのでございますか。難しかったので、実は、はい、あのプラスハリリュンさんからも、はい、昨日のそのお一言についてはいただいております。じゃん。〇〇人とか言うから、宇宙人とか地球人って思って、でも MP かっここれがわからないかっこ閉じを消費、ほにゃ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 ということで、ネタバレもありますから。そうなんです、そうなんです。最後のコメントだけ読ませていただきますと、リス君跳ね上がりましたね、ということをいただいちゃいましたよ。このジンがお分かりになりにくいということでございますよね。そうなんですね、あのそうなんです、そうなんです。あの宇宙人や地球人の人という人じゃなくて、人形とかを表す人だったのでございますよ。人形の人、そこら辺でややこしくなっちゃったかなっていうふうには思います。ちょっと甘噛みしちゃってすみません。そうなんですね、やっぱりその人が、僕も改めてそういうふうにおっしゃいますと、ああ確かに人の方の人に感じるなっていうことを思いました。確かに人形の方の人の方はちょっと思い浮かばないなっていうように思いました。ですから CK さんもお間違いになっちゃいまして、仕方なしと思います。それでも CK さんは正解と言わせていただきたいと思いました。はい、甘くでございますからね、とってもとっても甘く。そうしたことで、もうちょっと今日はもしまだどういうお一言かは分かりませんが、もっと注意深く、そして何か誤解の生まれないように、そういうように気配りをマックスにしてご説明させていただきたいと思います。ぜひこの後、はい、楽しみに待っていただけましたらと願います。ではではですよ、さらにさらにメッセージをいただけております。はい、ハリリンさんから引き続きいきますよ。じゃん。跳ね上がりました。もう
だいぶひどいからね。いくら丁寧に言ってもはめ上がるって言葉を丁寧に言い換えたところで下品でもう侮辱的な言葉なのに変わりはないからね。ダメよ、可愛いキャラで売ってるのにそんな汚い言葉使っちゃ。たまにリス君ぐさっとくるようなことをさらっと言うからヒヤヒヤするよ。ということまでいただけましたよ。じゃあじゃあもうそのはめ上がりましたは禁句にさせていただきます。そうですか、僕ちょっとぐさっとされるようなお言葉言っちゃったりしますか。お言葉って自分に尾をつけちゃいましたけれども、部分部分丁寧には意識がけているのでございます。でもなかなかうまくいかないなっていうところを最近思っているばかりでございました。丁寧に丁寧に、はい、心がけさせていただきます。そしてやっぱり僕は可愛さで売っているのでございます。キューティーでございますか。はあ、意識的には僕はキューティーとは思ってはおりませんでした。でもそうしてご覧になっていただけますのね、でしたならばそうしたところを売っていきたいと思います。はい、そうなんですよ、そうなんですよ。キューティーは本当に意識していなかったのでございます。でもそういう風にご覧にいただけるのでしたならばそうしたようなことを意識しなければいけないなって思いました。ですので、はい、今後はさらにその点注意深くさせていただきたいと思います。とのことでして、はい、数々の YouTube へのコメントいただけました。さらには、はい、いただきましたよ。ハリルンさんよりはツイッターへの、はい、ツイッターへのご投稿をいただけましたから、それがどういったことかと言いますと、届いたよ、リス君の初のグッズ、最高すぎる。世界に出すものとして数が少ないと分かった以上、買わざるを得ないと、買わせていただきましたよと、いただきましたよ。はい、そういうことでございますから、そろそろよろしく T シャツ、よろしく T シャツは引っ込めてしまおうかなとは思っている最近でございます。もうそうなんですよ。ですからぜひともよろしく T シャツ大切に大切に、あれですよ、なんて言うんですか、ミートソースのミートがちょっとついちゃったら、きれいきれいに、はい、汚れを落としてお使いいただけますと幸いです。きれいきれいに、そうは思います。とのことでして、はい、パスタの汚れとかついちゃいましても、もう汚れちゃったからポイっていうことはされないでくださいね。本当に本当に、はい、貴重なよろしく T シャツでございますからね。とのことでして、よろしく T シャツの部分には新たな別のものが追加されるかと思います。はい、ぜひともそうした期間限定なものもありますから、はい、そうした時はお見逃しなくと言わせていただきたいと思います。そして本当にそのツイートくださいましてありがとうございます。リツイートもさせていただきました。もう本当に感謝ばかりでございますよ。これによって、あ、これいいなって思ってくださった方がいらっしゃることを信じます。とのことでして、もうハッピーユンさんからたくさんのコメントとそしてツイートをいただけました次第でございます。改めまして CK さん、ハリリンさん、コメントありがとうございます。いつもいつも僕は嬉しいばかりでございます。
さらにはさらには、そうなんですよね、はい、さらにはまだまだ続きますよ、はい、続きましていただきましたのはお便りコーナーへ、はい、いただけました次第ですよ。じゃあじゃあ、はい、早速そのお便りコーナーのお便りに移らさせていただきたいと思います。じゃん、ペンネーム、あんこさんよりいただきました。あんこさん、お名前言うとき声が裏返ってすみませんですから、もう今日はあんこさんがどのようなお言葉をくださいますだか、もう読む直前からワクワクですから、はい、もういつもいつもどういったそうしたお便りが届いてますか、はい、お便りを開くときにドキドキとするのでございました。それではその気になるお便り拝見させていただきたいと思います。じゃん、リスちゃん、わかめラーメンのカロリー200はダイエット中の私に朗報でした。お豆腐でタンパク質も取れるので明日のお昼はそのメニューでいきます。木綿豆腐だと思いますが美味しそうに取れてました、ふふっていただきましたよ。もうその冒頭からのリスちゃんって言われるたびに僕はドキってするんですよね、なんか不思議な感じに、はい、そういうことでございまして、あの僕はお豆腐でタンパク質も取れるっていうのは僕は存じ上げておりませんでした。タンパク質が取れると何に効果があるんです？僕はお豆腐はヘルシーでなんか健康的だよっていうことは聞いていただけでして、実際どういう効果があるのかは分からず食べているのでございます。ですからタンパク質がどういうものに効果的か、それをもしよろしければお教えいただけますと嬉しいばかりでございます。さらにはあんこさんはダイエット中なのでございますか？ダイエット、これはあんこさんは僕は女性だと思ってお話しさせてはいただきますが、女性は若干ダイエットに厳しめなのかと思います、はい、厳しめなのかと、ですからあまり厳しめになさらないようにとは願いたいと思いますよ、はい、適度にと言いますか、あんまりダイエット必要ないんじゃないかなって思う方がただダイエットされていたりしますから、本当にそこはご注意いただきたいなとは思います、はい、そうですよ、僕は僕のなんて言うんですか、そんな特に意見とか必要ないとは思いますが、僕は本当に優しければ、お優しければ、その体型とかは特に問題ないとは思っております、そうは思って、そうなんですよ、もうとにかく甘く優しくが第一だと思いますよ、はい、そうなんです。ですから本当にそうですよ、あまり過度なことはされないことを願っておりますよ、とのことでして、あとはあんこさんからお昼のメニューそれでいきますと、はい、言わせていただきましたは僕の言葉になっちゃいますよね、おっしゃっていただきましたの間違いでした、おっしゃってくださいました。ちなみにカップ麺のプロどうだったのでございました？カップ麺のプロは実はしっかりその後の
ご報告というかご連絡お待ちしていちゃったりいたします。そんなようなこともございました。ですのでわかめラーメンのお豆腐のっけもそうなんですよ、そうなんですよ、またのご報告をお待ちしております。はい、メッセージを。さらにはさらには木綿豆腐とのこと、よくお分かりになられましたね。まさしくそうなのでございました。木綿豆腐は取りやすいっていうところがもうバレちゃってましたね、バレちゃってましたと思います。はい、そして絹は難しいということで、まだちょっとチャレンジできていなくてすみません。はい、宇野さんからいただきました。はい、チャレンジお豆腐とりとり、はい、ハリリュンさんからもいただきましたお豆腐とりとり、これを実際もう実際って言っちゃいましたけれども、そのまま言っちゃいます。はい、実際のところはい、試させていただきたいと思います。もうちょっとお時間ください、もうちょっと。はい、そういうわけでございまして、たくさんのたくさんのメッセージでございました。改めて皆様ありがとうございます。それでは本日も引きこもりサワー行ってみましょうかね。じゃあ行きますよ。僕のって言おうと思いましたが、実はお夕飯、僕お夕飯抜きになっちゃったのですよ。そうなんです。はい、ちょっと忙しくて、金曜日ってとってもとっても忙しい時なんです。とってもとっても忙しい、そうなんですよね。クマのお手伝いとか僕は裏でしてたりもしますし、さらにはその後にいろいろな打ち合わせみたいな会議みたいなこともございますしで、もうバタバタな一日なのでございますよ。ですからついつい食べ忘れちゃうのでございました。ですからちょっとお夕飯コーナー本日は割愛させていただきます。皆様はちゃんと食べなくちゃいけませんよ。僕はそうは思います。時々抜くから体壊しちゃったりするんですよね。ですから本当にちゃんとバランスよく健康的なお食事を取られることを僕は願わせていただきます。はい、そうしたことでして、僕のそのお夕飯コーナー本日はなしでございますから、もうお便りコーナーに行きたいと思います。じゃあ行きますね。じゃん、ペンネーム、おはぎさんよりいただきました。おはぎさん、お便りどれぐらいぶりですか。もう引きこもりスアワーはぽいかと思いましたから、ということでして、おはぎさんからの久しぶりの、はい、お一言お便りでございます。じゃあその、そうですよ、おはぎさんはご近況どうされているのでございますか。そういうこともぜひとも挟んでくださいね。今回はお一言だけということでして、はい、そのお一言拝見させていただきたいと思います。じゃん、これはまたなぜこの季節にといった、そういうところを感じるお一言でございます。はい、なぜこの季節にということは、じゃあ別の季節のものということをご推察された方はまさにその通りでございます。まず冒頭につきますお言葉、これはですね、はい、そうなんですよ、春を代表する花、はい、日本の春を代表する花といえばということでございます。はい、舞い散ったりする
月に咲いている花でございます。舞い散ったりする、舞い散るその姿がまた美しい、そうしたお花でございます。はい、どうですか、どうですか、このな、これだけの説明でなんとかお分かりになられます？春を代表する日本の、はい、日本の春を代表するお花と言ったところでございます。今日はちょっとつっかいつっかいですみませんね、本当になんかつっかえちゃうんですよ。ちょっともうちょっと落ち着いて喋りましょうかね。そしてさらにはその語尾につくのは閻魔様のいる世界といったところでございましょうか。閻魔様のいる世界は、あ、閻魔様がいるのは違うか、閻魔様がじゃあ落とそうとする場所、落とそうとする場所はどこですか。はい、悪い子を落とそうとする場所、そこでございます、そこでございます。はい、そういうことでございます。閻魔様が悪い子を、悪い人を落とそうとする世界、そこでございます。そして冒頭が、はい、先ほども言いました日本の春を代表するお花、それに語尾に閻魔様が悪い人を落とそうとする場所がつきます。そうなりますと、はい、もう出来上がりましたよね。もうということはどういうことなのでございましょうか。そうなりますと、もしかしたらもうその春に咲いて散ってしまったそのお花が、その葉っぱだけになって、葉っぱがちょっと散り始めて、そしてもう葉っぱだらけになっちゃったよ、お掃除大変ということで、そういうお言葉になっちゃったっていうように想像いたしました。どうですかこの想像、合ってます？それとも今その、お花が散ってお花だらけになっちゃってる、そのお掃除が大変っていうことでございますか。もしかしてそういうように、そのお掃除が大変なことをおっしゃっていらっしゃるのじゃないかなって僕は推測をいたしましたが、おはぎさんどうでございますか。僕の推測合ってます？それともなんとなくお作りになったお言葉です？そこらへん続報お待ちしておりますよ。そして皆様はお分かりになられました？お分かりになられましたらいいなと思いますとのことでして、はい、行きましょうか。おはぎさんのお一言、もう今日も長くなっちゃって、おはぎさんからは、はい、もうおはぎさんの回ですから、おはぎさんのあのペースに合わせてちょいと早めに、はい、トントントンと行かせていただきたいと思います。それでも十分長いですけれどもね。じゃあ行きますね。おはぎさんよりの一言、それではおはぎさんよりの一言どうぞ。桜地獄。